皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はタイトルにあるように自分のドラムに信念を持とうということについてお話ししていきたいなと思います。最近はインターネット、特に Twitter であったりとか、あと YouTube であったりとかで、すごく簡単にドラムに関するいろいろな情報を手に入れられるようになりました。こういろいろ技術的なことであったりとか、あとドラムの演奏のフレーズとかであったりとかですね、とても役立つ情報が非常に簡単に手に入るわけです。でもですよ、でもこのですね、情報が簡単に手に入るからこそ、こう自分のドラムに対する信念っていうのがね、非常に大切になってくるわけです。それがなぜかと言いますと、自分のドラムに信念がないと、いろいろ入ってくる情報によって演奏にブレが出てしまうからなんですね。たくさんの情報を聞けば聞くほど、どれもこう自分にとって有益に感じてしまい、自分の演奏を見失いがちです。よし、あれをやろう、これもやりたいなみたいな感じでいろいろチャレンジすると、最終的には自分が何をやりたいのという風になってしまいます。そこで必要になってくるのが今日のテーマである信念というやつですね。この辺りに出してみます。信念っていう、これが大切になってきます。自分のドラムはこうだっていうね、確固たる信念があることで、いろいろ飛び込んでくるたくさんの情報に惑わされることなく、自分の演奏を築き上げることができます。例えば私の信念の一つは、小さい音で美しくっていうのがあります。ドラマーブライアン・ブレイド氏の考え方に非常に大きく影響を受けております。この一つの信念があるだけで、ネット上に溢れているたくさんの情報も、自分の信念、小さい音で美しく演奏しよう、そのために役立つかどうかというフィルターを持って、情報をね、こう取捨選択することができるようになるわけです。信念はどんなものでもいいです。自分のこう理想のドラマー像ですね、あの人みたいになりたいとか、こういう演奏がしたいっていうのを信念に掲げるといいですね。例えば音数少なくシンプルにとか、あとはお客さんからの見た目を意識してとか、いろいろあります。もちろんどれが正しいとかはありません。皆さん個人個人の理想像が信念になります。その理想像、信念を持って、世の中に溢れているたくさんの情報をね、うまく自分の役に立ててもらえればなと思います。何でもかんでもピックアップせずに、自分のこう信念っていうね、フィルターを通していろんな情報をぜひ見てみてください。そのために自分の中で一つでいいので、理想像、信念を決めてみましょうっていうことについてお話しいたしました。本日の動画いかがでしたでしょうか。この動画面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。私の動画ではドラムに関するいろいろな動画を上げてありますので、ぜひ他の動画もご覧ください。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。